ざます。よし、さあアイテムを拾いに。あー、お腹が空いたよ。やるー、ナイスだぜ。これ桃持ってった方がいいかな。ちょっと忘れ気味だな俺、お腹減ること。よし、ちょっとやられたんでアイテムを拾いに行きましょう。長旅だの。アイテム大丈夫かな。装備関係壊れないかな。人間こっちだ。おお、君が長老が言っていたソミアって人間だね。僕は人間が大嫌いだけど、長老が君を助けてやれってうるさいんだ。長老の命令じゃ仕方ない、君に道案内だけしてあげるよ。ここはドムドーラって言ってね、もうずっと前から何もない場所なのさ。何もないけど、大雉の里にはないいろんな素材がある。興味があるならいろいろ探してみるんだね。井戸がある。初めての井戸いただきました。花もちょっとね、ちゃんと手に入れてこないと。また傷薬作るのに。言うて素材有限だからね、難しいよね。メカタタメカタタメカタタよー、メカちゃったよー。装備を見よう。もう少しで服か。やばいね、やられるぞ。守備力9の鎧があるね。石の剣が予備があるけど、銅の剣もある。ちょっとやばいかな。あいて。うれ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 
当たんない。あれダブルで来られるときついからな、倒した方がいいだろうな。入って、アルミラージ。
外した。お、初めてしっかりした草。え、あ、そんなのあったんや。見方ガキン、なんかヘロってる。あいつヘロってるぞ。なんだお前、このお前これダメなんか。あいてー今だー、いってイエーイ、悪魔の騎士を倒したぜ。やばかった。お、初めて鍵を手に入れた。やべ、毒沼かよ。自然破壊も何のその。ゲット。あれ、この青いやつか。オッケーオッケー。これでこの中に入れる。そこに誰かいるのかって言ってる。よし、間違った。あれあれそうか、鍵使わなきゃなんねえから、これいらねえから、これもいらねえから。あ、薬の歯はこっちじゃねえぞ。え、肉あったやん。あ、これこれよし、 OK。お、誰だお前さん。あの扉を開けたってことは、まさか悪魔の騎士を倒したってのか。それにしたって、どうせこんなところに。ほう、自分で作った町をより強く大きくするために、伝説の鍛冶屋の子孫を探しているってわけか。ならよかったな。お前さんの目の前の男が伝説の鍛冶屋の子孫、雪の兵だ。お互いの話は道すがらするとしよう。まずはお前さんの町とやらに連れて行ってくれ。雪の兵が仲間になった。使っちゃった。夜か。オッケー。まあまあまあ、こんな。ダメだダメだ、惚れてえ惚れてえよよっしゃ。これは石炭かな、色っぽいし。おう、壊れてしまったよ。もうないから帰ろう。やべ、宝石があったのにな。よし、ここならいけるだろう。
持ち物じゃない、使う。キメラの翼、ルーラ、ビョーン。ふわり。おお、これがお主の。ほほう、ここがお前さんが作り上げた町か。ということはお前さんがあの伝説のビルダーだってのも本当みたいだな。よし、わしもここに住まわせてもらおう。微力だがお前さんたちの力にならせてもらうぞ。それにしてもこの地が今や伝説として語り継がれる最強の城塞都市メルキドがあった場所とはな。やはり巨大なゴーレムによって滅ぼされたというのは本当だったのか。ん？そんなはずはない。ゴーレムはメルキドの守り神だったはずだと。メルキドが滅びたのは何百年も前だ。実際のところ何があったのかわしは知らん。だがな、メルキドの生き残りが語り継ぐ話だそうだ。きっと間違いはないぜ。さてと、せっかく伝説のビルダーに会えたんだ。伝説の鍛冶屋の子孫として伝え聞いてきた鉄の武器の作り方を教えるぜ。武器作りに使う鉄はわしがいたドムドーラの砂漠地帯にたくさんあるぞ。鉄の剣をひらめいた。武器、鉄を打って鍛えた硬く鋭い剣、攻撃力26、すげえ。大金槌をひらめいた。やっぱな、来ると思ったぜ。そろそろなんか素材取るの硬いなと思ってた頃よ。ビルド武器、鉄の塊を加工した重いハンマー、攻撃力29、とても硬いものを壊せる。鉄の鎧をひらめいた。防具、鉄の塊を伸ばしてつないだ鎧、守備力17。鉄の盾をひらめいた。防具、鉄を平らに打ち、木の持ち手をつけた盾、守備力5。おお、なるほどね。これ整頓するってやっちゃうと全部混ざっちゃうのよね。 OK、 ひとまず OK。 俺で、俺はさ、武器とかどうすればいい？あ、大木槌の新しいやつ作ろうぜ。あ、やべ、こん棒とか全くいらねえんだけど。いらないやつはどうすればいいんだろう。旅人の服、盾、お、盾持ってないね。あ、ガラス作れるようになったっけか。ガラス張りたいね。まあそれは置いといてと。まずは大金槌を作るには鉄のインゴットが必要です。はい、では鉄のインゴットを作りましょう。木の扉をひらめいた。木の家具、木の板をつなぎ金属で補強した扉。いいね。これに全部置き換えると、あ、来た、草花スコップ。最終武器、地面ごと、地面ごとそのまま掘ることもできる道具、攻撃力1、植物などを壊さずに入手できる。これでね、あのイベントできそう。剣の壁掛け、飾り家具、戦いには使えない飾るための武器。なるほど、じゃあ武器屋とかに置きたいけど、武器屋って作れんのかな。鎧の置物、飾り家具、見て楽しむ飾り用の鎧。なるほどね。で、これで大金槌が作れることになる。おお、できたぜ。大金槌は装備袋に入った。もう一本作っとくか。ちょっと待て、鉄の剣はインゴット1個で作れるのね。なまったけど、
これね、予備ね、予備分で、今石の鉄の盾にしようか。盾持ってないもんね。盾、イエーイ。あ、待って、場所が悪い。装備するよ。はい、これ装備、盾装備、アクセサリーっていうのもあるんだね。今石の剣なんだけど、いらないやつってどうすればいいんだろう。分解するとか、なんかそういうのできないのかな。壊れたら考えよう。収納箱に入ってるからいただこう。お、ちゃんと寝てる。拠点を襲うモンスターが現れた。なんだって、これは見に行かなければ。え、焚き火の台所が壊れてしまった。なんで、なんで、なんで、え、え、襲われてるの中で、どうして、ちょっと待って、やめて、やめてあげて。なんてことでしょう。こんなことが起きるなんて。ちょうどいい時間だから終わろうと思っていたのに。ここ壊されて しまってた。横もあれか、油断ならねえのか。もう西側だけじゃねえんか、違うんか。で、なんか壊れてって、あ、ここが穴開いてっからかな。おお、空き部屋戻った。空き部屋じゃダメじゃん。ちょっと待って、違う違う違う、空き部屋じゃダメじゃん。台所にしなきゃいけないんだから。台所のレシピ、料理用と収納箱がいるのね。了解でーす。あ、収納箱持ってるわ。さっき壊した時拾ったんだな。オッケー、これ取り出すわ、置き換えるわ。ちょっと見えないところ破壊されるときついね。ここ壺3つあったってよ。どうだ、これで壁ちょっと頑丈になったで。ふう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 、間違った。微妙に間が空いてるっていうね。これちょっと微妙に間空いちゃったな。
仕事の荒さが目立つ。よし、ということで今回はここまでにしましょう。はい、お疲れ様でした。セーブして終わろうかな。よし、それではご視聴ありがとうございました。それではまたお会いいたしましょう。